時刻は12時3分、まもなく4分になります。ロバート・アリスがお送りしている大人のラジオアレクサンドリア。この時間は最近僕の中で勝手にアップデートされていることを話していく自由時間であり、想像旅行の時間、ロバート・アリスのセルフポートレートです。その前にいつものようにティーブレイク。美味しいです。今日はですね、読書の秋ということで本についてあれやこれやとお話ししようと思います。まずは僕の人生をある程度変えることとなったビート文学との出会いについてお話しします。以前にも話しましたけども、僕は高校を卒業してすぐ海外に渡って、ロシアからヨーロッパ、中東、インドと半年間のバックパックの旅をしました。僕はその旅で実に様々な旅人と出会いました。当時はヒッピーを含む多くの欧米の若者たちがインドからギリシャ、アムステルダムからアフリカの果てまで至る所を旅していた時代でした。そして彼らの多くが長い旅の途上にいました。これも僕にとっては驚きの発見でした。まあ、それまで旅というものは夏休みの間とか有給休暇を取ってするものだと思っていたのに、世界には旅を生活にしている連中がいたんです。インドやネパール、トルコやイランで宝石や絨毯を安く買って、それをヨーロッパで売ってはまた戻ってくるというヒッピーの行商人。ケネディ大統領が設立したピースコア、平和部隊を筆頭に各種 NGO、NPO 団体のボランティア活動をしている若者、ベトナム戦争に行くのが嫌でアメリカから逃げてきた徴兵拒否者たち、野菜や果物の収穫や、ワイナリーでのブドウ狩りといったバイトをしながら旅を続けている季節労働者たち、インドのグルを求めてアーシュラムからアーシュラムへと渡り歩いている心の旅人たち、実に様々な連中がいました。いや、こんな生き方があるんだ。彼らの存在を知った僕は自分の視野が、開けて、生き方の選択が一気に広がった気がしました。でも日本に帰ってきた僕を待っていたのは新たに始まった大学生活と変わらぬ日本での日常でした。旅で感じた高揚感は徐々に消えていって、旅に出る前の自分に逆戻りしているような気がしました。ビート文学と出会ったのはちょうどそんな時でした。ある日、リビングにあった父の本棚にジャック・ケルアクという作家の The Dharma Bums、 The Dharma Bums または全ヒッピーという本のペーパーバッグが置かれていたんです。タイトルに興味を惹かれた僕はこれをすぐに読み始めました。内容はこんなものでした。1950年代後半のアメリカを二人の奇妙な男が旅をしている。一人は小説を書きながら禅の悟りを求めてさまよっているインテリ、もう一人は自然界を渡り歩く詩人で仏教やインドの密教に精通し、中国語やネイティブアメリカンの言葉も話せる。二人は放浪しながら自己の探求について語り合う。重要なのは金でも地位でも名声でもない、列車を乗り継いで旅をする方々、流れ者たちや基地宿や野外のテントに集まる季節労働者のストーリーにこそ真実が隠されている。山の木々や岩の鳥たちの声に神の鼓動は聞こえる。人生とは旅をして泥にまみれ、人間と触れ合い、己を知ることだ。そんなことを語り合いながら二人はさまよう。いや、今までのアメリカ文学では見たこともないような人物たちでした。
今日は読書についてお話しています。僕はこの The Dharma Bums を読みながらインドや中東で出会ったヒッピーたちのことを思い出しました。ビート文学とは1950年代にアメリカを中心に多く見られた、それまでの保守的な考え方や生き方に背を向けた若者たちを描いた文学ですけど、僕が会ったヒッピーたちも旅をライフスタイルとし、一般社会から離脱し、冒険や真実や自己を求めてさまよっていました。当時の僕はまだまだ社会から離脱する覚悟はなかったし、己を知るとか悟りを開くということがどんなことなのかはっきりとは分かりませんでしたけど、心情的にはビートニックやヒッピーに近い人間なんだと思いました。何を発見しようとしているのかまだ分かりませんでしたけど、とにかく同じような考えを持った仲間はたくさんいるんだ、僕の心の旅は始まったばかりなんだ、そんなことを思うと元気が出てきました。それからはビート文学を読み漁りました。ケルアックのオンダロードやロンスムトラベラー、孤独な旅人、ダーマバームスに出てきた放浪詩人のモデルだったゲリー・スナイダーの詩集、アレン・ギンズバーグやローレンス・ファレンゲティの詩集、モロッコに移り住んだポール・ボールスの不思議な物語の数々、ウィリアム・バロウスのシュールな文学、僕にとってはみんな素晴らしい栄養剤、発奮材料でした。Well, there's diamonds on my windshield and these tears from heaven. Well, I'm pulling into town on the interstate. I got a steel train in the rain. And the wind bites my cheek through the wing. And it's these late nights and this freeway flying always makes me sing. There's a duster trying to change my tune. He's pulling up fast on the right, rolling restlessly by a 24-hour moon. And a Wisconsin hiker with a cue ball head, he's wishing he's home in a Wisconsin bed. But there's 15 feet of snow in the east, colder than a well digger's ass, and it's colder than a well digger's ass. Oceanside, it ends the ride with San Clemente coming up. And Sunday desperados slip by and cruise with a dryback. And the orange driving, neon billing and the theaters filling to the brim with slave girls in a hot spur and bucket full of sin. The metropolitan area with interchanging connections, fly-by nights from Riverside, out-of-state plates running a little late. But the sailors jockey for the fast lane, so 101 don't miss it. There's rolling hills, concrete fields, and the broken lines on your mind. The eights go east and the fives go north, and the merging nexus back and forth. You see your sign, cross the line, signaling with a blink. And the radio's gone off the air, and it gives you time to think. And you hear the rumble as you fumble for a cigarette. And blazing through this midnight jungle, remember someone that you met one more block. The engine talks, whispers home at last. It whispers home at last. Whispers home at last. Whispers home at last. Whispers home at last. 今日は読書についてお話しています。でも当時の日本ではこのようなビート文学の英語本を手に入れるのは容易なことではありませんでした。アマゾンなんてもちろんない時代です。本屋で探すしかないんですけども、こういう本をストックしている書店はほとんどなかったですね。まずは地元横浜の有林堂の中2階にあった洋書コーナーへ行って、そこがダメなら銀座の家中、新宿の紀ノ国屋書店へ行って、そこでもダメなら神田の書店街に行きました。でもゲリスナイダーとかローレンス・ファーレンゲティの詩集なんてどこに行ってもなかったですね。とりあえずアレン・ギンズバーグのハウル、ホエルは手に入れることができました。その時は本当に嬉しかったですね。確か銀座の家なで購入して、その後近くのレンガ亭に行ってポークカツレツを食べながら読んだと記憶しています。神田の北沢書店でオーダーしたケルアックの孤独な旅人が来た時は、その足で近くの喫茶店サボールへ行って、
コーヒーをまあ3杯ぐらいおかわりして読み漁ったのを、ふけったのを覚えています。あの頃の僕は本にいかに自分の内面へ入っていくのかとか、いかに情熱を持って生きていくのかとかいった、まあ、人生のヒントのようなものを求めていたので熱量がすごかったですね。僕のエッセイ集ワイルドサイドを歩けにこんなことを書いています。今思えば僕の青春時代の本の読み方には凄まじいものがあった。読むというよりはむさぼり食うという感じである。この一冊の中に俺の人生を変えてしまう何かがあるかもしれない、そんな思いで本を買った。大学のあった四ツ谷から神田までよく本を探しに行ったが、お茶の水の駅を出る頃には興奮状態になっていることが多かった。顔はほてっているし、喉はカラカラだし、下半身にエロティックなうずきさえ感じた。すごいですね、エロティックなうずきですよ。あの時の自分が懐かしいとは思いますけど、あの頃に戻りたいとは思わないんですね。なんか疲れそうじゃないですか。Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve. Thick, heart of stone, my sins my own, they belong to me, me.Say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me.お送りしたのはウィル・ハンソン、ホーム、トム・ウェイツ、ダイモンズ・オン・マイ・ウィンシールド、そしてパディ・スミス、グロリアでした。以上、ロバート・アリスのセルフポートレートでした。大人のラジオ
Alexandria。 時刻は12時3分を回りました。ロバータリスがお送りしている大人のラジオ Alexandria。 この時間は最近僕の中で勝手にアップデートされていることを話していく10時間であり、想像旅行の時間、ロバータリスのセルフポートレートです。その前にいつものようにティーブレイク、熱々のアールグレイが来ました。美味しいです。今日はですね、昨日に続いて本や読書についてお話ししようと思います。まず、なぜ読書の秋と呼ばれているのか、まあご存知の方も多いと思いますけど、由来は中国の唐の時代の詩人関羽が読んだ唐歌親しむべしという詩が元になっているみたいですね。この詩を意訳するとですね、秋の長雨もやみ、空が晴れ渡る頃、初秋の涼しさが郊外の丘にも広がり始める。秋の夜にはようやく明かりを親しむことができるので、書物を広げて読書を進めることができるというものです。そうですね。秋は夏の暑さも収まって過ごしやすくなったし、夜が長くなったので、なんとなく読書をしたくなる季節と言っているんですね。まあ、当時のゆったりとした生活のリズムを感じさせてくれる、まあ、いい詩ですね。また日本には秋に、読書習慣というものがあります。まあ、これがどう始まったのか調べてみたんですけども、戦後間もない1947年、読書の力によって平和な文化国家を作ろうという決意のもと、出版社、書店、公共図書館、そして新聞やマスコミ機関も加わって、11月、17日から第1回読書週間が開催されたんですね。で、この時の反響が素晴らしくて、翌年の第2回からは時期も10月27日から11月9日という文化の日を中心にした2週間として、この運動は全国に広まっていきました。そしていつの間にか読書週間は日本の国民的行事として定着して、日本は世界有数の本を読む国民の国になったわけです。ちなみに第75回目である今年の読書週間の標語は、最後のページを閉じた違う私がいた、だそうです。なかなかいい感じの標語ですね。Been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list, but she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero.Some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do 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 do今日は昨日に引き続き本や読書についてお話しています。読書の秋でも、不思議なことに秋はあまり本が売れない季節だそうです。なぜだかはよくわからないみたいです。ただし紅葉や温泉など行楽シーズンに関する書籍は売れるみたいです。
本が売れる月はまずは5月。ゴールデンウィークがあるので旅行や帰省など、遠出をするために休みを使う人が多く、旅行本やアウトドア関連の書籍の売れ行きが好調だそうです。次に7月、まあ、梅雨も終わりレジャー本が売れる。また、この月には芥川賞と直木賞の発表があって小説も売れるということです。でも8月になると夏休みに入ってしまうので本の売れ行きは落ちるそうで、僕も出版社から8月には本を出さない方がいいと言われ、あの初の長編小説 JJ 横浜ダイアリーズは9月に刊行しました。でも何と言っても本が一番売れるのは12月と1月。まあ、年末になると休みが多いため本を読む人が多くなる。あと年間売上1位といった本の総括が発表されるため人々の本に対する関心が刺激されるようです。まあ、そんなわけで日本の出版社としては本を12月か1月に出版するのが一番いいとしているようです。特に若年層に向けた書籍がよく売れるということです。欧米では本が一番売れるのはクリスマスシーズン、そして長い夏休みがある7月と8月ですね。欧米では日本人以上に本を友人や家族や恋人にプレゼントする傾向が強くあって、特にクリスマス前にはブックショップが一番忙しくなる時です。僕のシドニーのブックショップでもクリスマス前の1週間は、エキストラスタッフを数人雇ってラッシュに対応したんですけども、それでも朝から晩までずっと死ぬほど忙しくて、毎晩店を閉めた時はぐったりしていましたね。クリスマス時に一番売れるのはプレゼントに適したアート本や写真集など、まあ、いわゆるコーヒーテーブルブック、あとは小説とか詩集のハードカバーものが多かったです。また夏は欧米人、特にヨーロッパの人は、長い休暇を取るので7月や8月は小説や自伝といったじっくり読めるものがよく売れるそうです。特に彼らは出たばかりの新書のハードカバーを買ってリゾートのプールサイドで横になって読むのが好きですね。まあこんな感じなので、南半球のオーストラリアではクリスマスシーズンと夏休みが重なって特に忙しかったです。But I'm taken aback. I don't want to spoil the party, but I've got to go home. You can stay if you want to, if you want to sleep alone.Some are born to greatness, some are born to die, never knowing the difference, never knowing why. Some are born to change the world, some never even try.今日は昨日に引き続き本や読書についてお話しています。スペインを中心としたヨーロッパでは4月23日に本をプレゼントするサン・ジョルディの日というのがあります。サン・ジョルディはドラゴンを退治した伝承を持つキリスト教の聖人、聖ギョルギオス、カタルーニャ語で、彼のことをサン・ジョルジュと呼ぶんですけど、彼が殉教した、命日で、彼が流した血を象徴した赤いバラを男女が贈り合う風習が昔からありました。でもこの日に本を贈るという風習は20世紀初頭に始まった比較的浅いものです。4月23日は小説ドンキホーテの作者ミゲル・セルバンテスの命日であり、さらにウィリアム・シェイクスピアの命日でもあり、両人とも同じ年の1616年に亡くなっているんですね。
彼ら文豪の命日とサンジョルディの日の風習を結びつけて、1923年にバルセロナの本屋が本を贈ろうというプロモーションを始め、プレゼント用に本を買い、それに赤いバラを添えるようになりました。またバルセロナはカタルーニャ語とスペイン語双方の出版の中心地でもあったこともあり、この風習は広く受け入れられました。この日には男性が女性に赤いバラを贈り、女性が男性に本を贈るとされていますけど、男女ともに本を贈り合うこともあります。また親子や友人の間でも本のプレゼントが行われます。まあ、そんなわけでサンジョルディの日、バルセロナ市内にはバラや本のスタンドが立ち並び、書店やカフェでは詩の朗読など文学に関する行事が行われるそうです。ぜひいつかこの日にバルセロナに行ってみたいですね。Let me sing you a waltz out of nowhere, out of my thoughts. Let me sing you a waltz about this one night stand. You were for me that night, everything I always dreamt of in life, but now you're gone, you are far gone, all the way to your island of rain. It was for you just a one night thing, but you were much more to me, just so you know. I hear rumors about you, about all the bad things you do. But when we were together alone, you didn't seem like a player at all. I don't care what they say, I know what you meant for me that day. Right, you meant for me much more than anyone I've met before. One single night with you, little Jessie, is worth a thousand with anybody. I have no bitterness, my sweet, I'll never forget this one night thing. Even tomorrow in other arms. お送りしたのは The Chainsmokers and Coldplay, Something Just Like This, Pulp, Born to Cry, そして Julie Delpy, A Waltz for a Night でした。以上、ロバート・アリスのセルフポートレートでした。